はいどうもこんにちは、スロプロ YouTuber のキツネです。今回はキツネの攻めた狙い目第7弾の麻雀物語の動画になります。ただこの台は本当にややこしくて期待値を出しにくいものなんで、感覚の部分が大きくなってるので、もし有料ノートとかを買って他に情報を持っているならそちらの記事も考慮して考えるのがいいと思います。どっちか言えば麻雀物語は前の動画から全然狙い目も更新していなかったので、狙い目の調整って意味の動画でもあるっていう感じですかね。参考程度にするのがいいと思います。では本題に入ります。まずはこの動画は攻めた狙い目ってことで、そもそものボーダーを 104% で立てます。まあ、しかも感覚っていう部分が多いので、慎重な方はもう少し深めに考えた方がいいかなっていう感じですかね。前の動画の概要欄では400ゲームぐらいから打てるんじゃないかって話と、有力感消化してたらもうちょっと浅く打てるんじゃないかっていうのを概要欄に書いてたんですけど、その辺をもう少し深く考えて、有力感消化ゲーム数別の細かい狙い目と、さらにボイス示唆もメニュー画面で確認できるので、その画面別でも分けて狙い目を整理しようかなっていう感じですね。この台は出てる期待値より有利切れた後をしっかりフォローする、まあ、もしくは有利区間が進んだ状態やボイス示唆を聞いてしっかりフォローするっていう形で期待値を大幅に上乗せできることができると思ってて、まあ、逆に言えば問答無用で打ってたら結構寒いポイントを打つことになるっていう感じですかね。で AT 終了後にボイスの示唆があって、それがこちら。ゼロから突破できるパターンっていうのが真白のボイスと全員集合のボイスですかね。まあ、人によっては多面待ちも天国打つ人いますけど、自分は有力感消化ゲーム数でそのまま当たるまでフォローできるかどうかで決めてるっていう感じですかね。なので細かく決めていくのは最悪以下のボイスってことですね。で一応この台のゲーム性の話もちょっとだけ大事なんでしとくと、この台有力感が切れた後絶対に128ゲーム以内に当たります。しかも有力感が切れるタイミングっていうのが AT 後だけじゃなくて、通常演出失敗した後とかにも切れます。なので演出が発生するたびに有力感ランプをガン見しないといけないっていう感じですね。でこの台有力感ランプがクレジットの文字で見えにくくなってて、自分もランプ消灯を見落としたことがあって、まあ、変に追っかけられていつの間にか有利切れてたってことも何度かあります。銭形もそうですけど、まあ、ほんとこのメーカーはっていう感じですかね。まあ、とにかく有利ランプが切れた後ちゃんと128ゲームを回そうっていうのと、有利天井を狙うっていう話で言えば、落ちてる台は朝一以外は有利スタートからだいたい128ゲームプラス AT 分のゲーム数が足されてるって思っていい感じですね。 AT はだいたい40ゲームぐらいなので、160ゲームはハマってるゲーム数から問答無用で足していいっていう感じですかね。逆に128ゲーム消化されてなかったらそのまま当たるってことになりますからね。でそれを踏まえてまずはさやかのボーダーを出していくと、こちら。さやかは0から打つときは128まで打てば有利600超えてる形にして、そのまま突破できるときに打つっていう感じがいいかなと思います。で次にマドカボイスなんですけど、ボイス差的にはまあほぼ空気っていう感じですかね。あんまりこのボイスでどうみたいな内訳してる人もいないような気もします。ただ一応若干 B の可能性が上がるんで、しっかりボーダーを立てるとこんな感じ。有力感800ゲーム消化してたら0からでも突破できるかなっていう感じです。まあ、正直ザルの狙い目なんで、もう個人で調整していいかなとは思います。で最後に彩香なんですけど、基本的にはこのボイスになりますかね。それがこちら。まあ正直有利700以上とかの話で言えばマドカと同じぐらいで有利区間切れ待ちになると思うんですけど、一応少しだけ差をつけておきました。まあ彩香でも別に有利区間800消化しとけば、まあ、突破してもいいかな感はあるんですけど、ただ一つ注意点があって、有利区間切れたのをそもそも正確に見抜けるかっていう話になるんですよね。一番わかりやすいのはテンパイロングリーチとかで直撃してる台はそこで有利区間切れてるので、その後128ゲームあたりから有利区間を数えれたり、まあ AT が1000枚以上出てたりしたら AT ゲーム数はそのまま足せるので 2.5 ゲームで割って、まあ1000枚出てたら400ゲームみたいな計算でその分足せたりするので、それで打てる時があるっていう感じですかね。基本的には600から900ぐらいまでで有利区間が切れるので、その辺のゲーム数で当たった後128で当たってる場合、その付近で切れたって考えて若干計算してボーダー調整するっていう感じですかね。あと勘違いでよくあるのが、700ゲームで RB、 1ゲームで BB で、今200ゲームとかで落ちてる場合、128ゲーム以内で当たってないから有利900ゲーム以上やんって思う人おるかもしれないですけど、
これ前の700ゲームの通常時に切れてることが多くて、つまり572ゲームで通常演出後に有利切れて700ゲームで当たったっていうことなんで、今200ゲームならその場合有利360っていう最低条件になるっていう感じなんですよね。もうもちろん有利区間普通に継続してて900以上ハマってるってこともあるんですけど、基本的にこういうのは危ないんで攻めなくていいかなっていう感じです。まあこんな感じでなかなか有利区間のゲーム数を正確に分かることはないんですけど、ちょっと特殊なパターンでもし分かった時は攻めてみてもいいかなっていう感じですかね。であと朝一リセット後は天井狙いが辛くなってるっていう情報をいただいて、つむつむさんにもデータ集めてもらった結果、まあ、実際辛くなってるので、とりあえず朝一リセットは0から128は打てるとして、リセット後の天井の拾い直しは320ゲームぐらいにしようかなって思います。まあこの辺はサンプル不足とかもあるかもなんで各自調整してください。以上が麻雀4のキツネの攻めた狙い方になります。今回の話をまとめるとこちら、まあ、って言いたいとこなんですけど、この攻めた狙い目の動画は内容をしっかり理解した上で自分でも調整できる人用の狙い目になるので、狙い目をまとめたい方はぜひ本編を見て自分でまとめてみるのがいいかなって思います。まあ、本当こういう狙い方がありますよっていう感じの話なので、ゲーム数とか個人的な感覚的なものなんで、各自動画を参考程度に考えて狙い目を調整するのがいいと思います。あと最近動画のコメントを時間なくて返せてないんですけど、毎日サブチャンライブとかしてるんで、質問ある場合はライブで聞いてくれたら答えれるので、よかったら見に来てください。ツイッターで動画の更新情報や動画で言い忘れがあった時の補足情報とか、まあ、スペースもたまにしたりでみんなでワイワイしてるので、よかったらフォローして気軽に絡んでください。サブチャンライブでは質問の米返しとか仮想通貨投資の考察とか、まあ、視聴者参加型麻雀とかもやってるんで、ぜひ見に来てください。この動画が参考になったな、いいなと思った方はチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ではでは、バイバイ。